今日からこのクラスに入ることになった北野誠一郎君だ。みんなよろしく頼むよ。とにかく僕は怖くないってことをみんなに早く分かってもらわなきゃ。一年に目つきの悪い奴が転入してきた。はい、一年の連中は早くも全員そいつにビビっちまって。このままじゃバン張ってる者として示しがつきませんよ。まめやがって、この俺に何の挨拶もなしに突っ張っていかると思ってんのか。よっしゃ、この碧空高校番長黒田誠吉が直々にその一年坊主を締めてやる。ごちそうさまでした。出て行ったぞ。帰ったんじゃないのか。いつ暴れ出すか気が気でなかったわ。本当だよね。俺なんか緊張して弁当の味が全く分かんなかったよ。まったくだ。もしかしたらと思っていたけど、やっぱり静かだったのは僕のせいだったんだな。ここですよ黒田さん。おい、お前ここのクラスのもんか。はい。このクラスに今日目つきの悪いやつが転入してきただろう。え？一体どんな野郎か俺に紹介してくれねえか。僕のことですか。黒田さん、こいつです。こいつ、こいつがその転入生です。クラスを間違えた。俺としたことが慌てててクラスを間違えちまった。黒田さん、このクラスですよ。こいつが転入生ですよ。黒田さん、黒田さん、どうしたって言うんです。あの転入生を閉めるはずじゃなかったんですか。バカ野郎、野郎の目を見ただろう。ありゃ普通の目じゃなかったぜ。俺は喧嘩慣れしてっから、相手見りゃ強いか弱いかすぐ分かんだよ。やつは強い、しかも相当な修羅場をくぐってる大悪党だ。それに俺の勘によれば、もっと恐ろしいことに奴は役もやってやがるぜ。麻薬ですか。間違いねえ。いいか、これ以上奴にかかるんじゃねえぞ。今にみんなもきっと分かってくれるさ。よし、この学校での新しき門出を記念して校内のゴミ拾いをしよう。心配すんな。そ
そんな時は俺も黙っちゃいねえさ。でも相手は役をやってるって。任せとけ。こっちから手出しはしねえが、あっちから来るときは別よ。はあ、この前の台風で倒れたんだな。まあ、お前たちも大船に乗ったつもりでいるんだな。すげえや、黒田さん。さすが黒田さん、男っすね。まあね。生徒会は何してんだろう。こんなものほったらかしておいて。まずい、さっきの怖いお兄さんたちだ。逃げよう。木の重さで足が前へ。黒田さん、やつですよ。うわー、おつだ。黒田さん、さっき言ったことは嘘だったんですか。やっつけてくださいよ、黒田さん。どうしよう、怒られる。命だけはご勘弁を。え？殺さないでください。罰でも何でも差し上げます。命だけはご勘弁を。